SDGs のブランドだから買っていいみたいな、うん、でそれがちょっと値段が高かったりするわけですけれど、うん、それって今まで通りのファッションを楽しむための免罪符っていうか、現実から目をそらすだけの、なんとなく自分もいいことをしてるっていうふうな気分にさせるだけのアヘンなんではないか、もっともっと必要なのはこの厳しい現実、このままではかなりやばい状態になってしまうっていう現実をまずしっかりと直視して、じゃあ自分たちは何をしなきゃいけないかっていうことを考えるべきなんじゃないか。皆様こんばんは、増田恵里奈です。久本和明です。株式会社ワンピースプレゼンツ100年後の未来へ。この番組は100年後も子どもたちが幸せに暮らせる地球を目指して第一線で活躍されている方々をお招きし、日本や世界が向かうべき道や解決策について語り合い発信していく番組です。この番組から生まれたつながりが大きな渦になり世界に広がることを願っています。そして今回のゲストは先週に続き大阪市立大学准教授で経済思想家の斉藤幸平さんです。本日もリモートでのご参加よろしくお願いいたします。はい、今週もよろしくお願いいたします。斉藤幸平さんはアメリカウェズリアン大学卒業後、ドイツフンボルト大学哲学科博士課程を修了。2018年にはマルクス研究における最高峰ドイッチャー記念賞を日本人初、史上最年少で受賞されました。そして著書人新世の資本論は現時点で32万部を超えるベストセラーとなり、2021年新書大賞第1位に輝いています。先週お話を伺いして、これから持続可能な社会というようなお話もありましたけれども、持続可能な社会というとやっぱり SDGs というワードが出てくると思うんですけれども、これに関してはちょっとね、斉藤さんにはご意見があるということでちょっとお聞きできればと思うんですが、 SDGs はまあ、はっきり言ってですね、大衆のアヘンなんですね。で、これはどういうことかっていうと、実はマルクスはですね、かつて宗教は大衆のアヘンであるって言ったんです。なるほど。もうこれどういうことかっていうと、資本主義の下で労働者たちはとても苦労している。もう搾取されて貧しい生活をしている。だけれども宗教があるおかげで、自分は来世きっと救われるんじゃないか、天国に行けるんじゃないか、そういうふうに思ってしまうことで、じゃあ今は頑張って、いい善行を積もうと頑張って働いて家族のために親の面倒を見よう、そう思ってしまうことでこの現実の辛い現実を受け入れてしまう、そういうこう痛みを緩和するようなドラッグとしてアヘンだというふうに批判したんですけど、現代版のアヘンが私は SDGs なんではないか、ね、どういうことかというと、今もうどこもかしこもSDGs で、まあ、ラジオ局も、久本さんの会社もしかしたら SDGs って言ってるかもしれないですけど。言わないようにしてるんですよ。もう絶対腹落ちしてないんですよ。まあ、持続可能性とか、まあ、ジェンダーの平等とか、教育問題とか、いいことはたくさん入ってるんですね。だけれど、今の使われ方を見ていると、うん、じゃあ SDGs の企画で、雑誌だったら付録にマイバッグつけます。おまけですとか、うちの企業はリサイクルしてるんで、もっともっと新しい洋服を買ってくださいとか、でそういうのを真に受けて、今日自分はマイバッグマイボトルを持ったから何か環境にいいことをしたんだっていうふうに満足してしまうかもしれないですね。あるいはリサイクルボックスに自分の洋服入れたから新しい洋服買っていいというふうに思ってしまうかもしれない。だけれどそんなことをしたってリサイクルしたってですね、ちょっとマイボトルを持ったって今求められている二酸化炭素を2050年までにゼロにするっていうことにしたら、全然何の意味もないような行為なわけです。ちっちゃな行為で、そんなちっちゃな行為であたかも地球環境が救われるなんていうふうに考えてしまったら、それは現実から目をそらすだけの、なんとなく自分もいいことをしてるっていうふうな気分にさせるだけのアヘンなんではないか。もっともっと必要なのはこの厳しい現実、このままではかなりやばい状態になってしまうっていう現実をまずしっかりと直視して、じゃあ自分たちは何をしなきゃいけないかっていうことを考えるべきなんじゃないか、そういうことを問題提起したんですね。
なんか確かにこういろんな雑誌を読むんですけれど、 SDGs がなんかトレンドの一つみたいな感じに、ね、なっちゃってるような感じは、ね、すごいするなとは思いますよね。 SDGs のブランドだから買っていいみたいな、でそれがちょっと値段が高かったりするわけですけれど、うん、それって今まで通りのファッションを楽しむための免罪符っていうか、ちょっと募金をしてなんかその分今まででは楽しむみたいな風になってしまう。それじゃあ今までの生活が問題だったっていうことから目を背けちゃうわけですよね。なのにいいことをしているのような気持ちにはなっているから、そこもまたちょっと危険という、とても危険だと思うんですね。で企業の側も、いやうちは対策してるんで、もっともっと買ってください、なんなら2つ買ってください、3つ買ってくださいっていう風になってしまえば、それは結局 SDGs がお金儲けの道具になってしまっちゃう、まあ、それはやっぱり危険なんじゃないかっていうことですよね。この資本主義での中の SDGs というのはとても危険という、売るための道具にすぐなり下がってる感じがしますね。やっぱりどこかで私たちはお金儲けを続けるっていうことを考え直さなきゃいけない、うん、あるいはそもそもファストファッションとかファストフード多すぎるんじゃないの、それを根本的に減らしていく必要があるわけであって、うん、ファストフードやファストファッションを今の量のままちょっとリサイクルをしたり、ちょっと環境に配慮した材料を使うということでは、問題は抜本的にはどこも解決しないんじゃないかっていうことです。でもやっぱり難しいですよね。頭では分かっていても資本主義は進んでいく中で、やっぱりお金がないと何もできない暮らしが続いてしまってる中で、私はもう今日からやめますってなるとは、こうなんか正直者がね、大変な思いをするみたいな。やってみなら分かったんですけど、止まれない社会システムになっちゃってて、誰か一人ずつちょっとずつ止まるっていう行為を一人ずつやってきながら、止まっても問題ない社会構造をちょっとずつ作って、徐々にそっちの橋渡れる人を増やしていくっていうことだなって思いました。もう大企業とか止まれないですね、なかなか。まさにおっしゃる通りで、だって大企業とかがましてやフルスピードで飛ばしている中で、私たち庶民が止まったり、中小企業が止まったら、私たちがただそのまま置いていかれて終わってしまうわけですよね。だから私が求めているのはそういうことではなくて、確かにでも私たち庶民の暮らしだって行き過ぎてるとこいっぱいあるわけですよね。こんなに別にコンビニで何も買う必要ないし、子供たちと、そんなショッピングモールでじゃんじゃが行く必要もないわけで、そういうのは見直していかなきゃいけない。だけど、本質的な問題はそこじゃないわけです。私が、ファストファッション買うのやめたところで、大きく問題を解決するかっていうとしない。それはさっきのエコバッグやマイボトルで問題を解決しないと同じであって。だからどこかで、やっぱり企業や政治家に、もっともっとルールを作って明確化して、そういうのやめてくださいと。私たちにそういうフルスピードで物を押し付けてくるのやめてくださいっていうような形で、システムそのもの、社会の要するに仕組みとかルールそのものも抜本的に変えていくように声を上げていきましょう。うん、消費者たちとして、あるいは市民として、いろんなアプローチの仕方があるんですけれど、やっぱりそういうふうにアクションを起こしていかないと、この社会は変わっていかないし、私たちは違和感を感じていてもこのゲームから抜け出せないということですね。まさにそういうところですね。もうゲームを変えないとこれなかなか止まれないですね。本当にね、社会活動を会社内でやるとですね、大赤字になっていくんですけども、そうするとですね、銀行から借り入れができないだとかですね、継続して事業ができないとかっていう、まあ問題のギリギリまで行こうっていうぐらい、まあ思ってはいるんですけども、まあ、やっぱり事業再構築といいますか、新しくこう仕組みを作り変える能力が高い人って実は経営者の中にいるんじゃないかと思ってて、まあ、100はいないです。100人いたら本当に1人か2人か3人、 3% ぐらいって、その人たちがどんどん市長って意外と私こうなりやすいんじゃないかと思って、いきなりこう大統領じゃなくて内閣総理大臣になるというなかなか厳しいんで、市長とか町長になって、でそこのやっぱり社会を顧問型に変えていくっていう活動をいろんなところでできたらいいんじゃないか。そう、今の社会の問題、いい取り組みをすればするほど会社も赤字になっていくっていう。だって他の会社はそういうのを全部やめて、環境に悪いものであっても目をつぶって使っていたりだとか、労働者の人たちのあまり意見を聞かなかったり、そういうところのコストカットを推し進めていく。ちゃんと従業員に給料払おうとか、ちゃんとみんなで相談しようとか、ちゃんといい材料を使おうってやると、やっぱりどこかでスローダウンしたり、効率が悪くなったりしちゃって、赤字になっていく。でも本来おかしいわけですよね。みんなで、
ちゃんと配慮するっていうルールさえあれば、そういう会社の方が高く評価されるはずだし、まあ、そっちの方が地球環境から見てもいいわけですけれども、実は市場の今のだから価値観の付け方って非常に一面的な価値観であって、うん、だからこそもっともっとこう市場以外の価値付けっていうものを見出していく、作り出していくってことがビジネスにおいてもね、もちろん別に市長になられるのもいいと思うんですけど、ビジネスでもすでに成功されているので、そういうビジネスもね、その世界でも変えていってほしいな、なんていうふうに今聞いていて思ったんです。そうなんですよね。本の中に時間銀行の話って書いてましたっけ？いや、時間銀行の話は直接は書いてないんですね。書いてないでしたっけ？スペインの方でその時間銀行が結構されてるっていうのにすごい驚愕を受けて、あ、確かに今の労働って、いわば株式会社って両替所やなって思ったんですよね。その自分の労働をお金に還元できる場所みたいな。でも今インターネット進んでるし、直でつながって交換した方が実は便利だし、なんか楽しいんじゃないかってことで、今その物々交換だけじゃなくて、まあ、グルリっていうちょっとシステムを作ろうとしてまして、しかも、非営利でやろうと思って、非営利、まあ、顧問型のオープンシステムみたいな。うん、なんで、誰も利益取っちゃダメと。で、不等価交換ありだと。で、時間も空間も経験もなんかスキルもご自由になんか交換し合ってくださいっていう。そうすると、その、実は、例えば、すごいスキル持ってるけど、どうしても両替所にアクセスできないから、両替できないという人は、そこでアクセスして、なんかすごいものと交換ができるみたいな、ことをやらないと。いいですよね、そういうの。いや、だから、やっぱり時間で交換するって結構フェアだと思うんですね。はい、お医者さんの1時間も、私が英語を教える1時間も、みんな1時間なんだから、それを1時間として交換しようじゃないか。まさに。で、なんかトイレを直してくれる人とか、何かこう、料理を、例えば得意な人は料理を作ってみたりとか、なんかそれが今、例えば料理だったら家で普通にやったら1円にもならないけれど、うんうん、別の活動だったらそれが、例えば1時間でも10万円になったりとかする。でも、よくよく考えたらおかしいわけですよね。うん、だからその少なくとももう少し、こう、ま、なだらかな形にしていくことはできるわけだし、で、あとはその時間銀行制にすると、フルタイムでは働けないけど、うん、ちょっとこの空いた時間でっていうのも、僕はすごいいいと思うし、それでこう、それをきっかけとしてみんなが少しずつ他の人たちとつながっていくっていう風になれば、そこから新しいコミュニティが形成されて、顧問になっていくんじゃないかって気がします、ね。本当いろんなことをさ、なんかチャレンジされようとして。いや、この半年ですよ、本当に。本読んだあたりから、これ本当に動かないとやばいなってことで。素晴らしい。なんか、そういう試みがどん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 、やっぱり出てくるようになれば、今の社会に少なくとも亀裂を入れることはできると思うんですね。私が言いたいのは別に一気にそれで、なんか資本主義をガラガラポンで革命を起こそうっていう話じゃなくて、うんうん、やっぱり今の行き過ぎた、この状態でしんどい思いをしてる人たちもいっぱいいるわけであれば、やはりどこかでブレーキをかけるっていうことをよく僕言うんですけど、はい、やっぱりどん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 加速していくっていうのを一直線だと、本当にこのまま、崖を落ちるって分かってるのに止まれないんであれば、やっぱり気がついた人たちから止めていくような試みをしていけば、そこからこう、集まれる場所が生まれたり、ノウハウが蓄積されていって、最終的にはもっともっとこう大きなうねりになっていけるんじゃないかな、なんていうふうに、まあ期待していますし、今日なんか久本さんのお話を聞いて、やっぱそういう方がどん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 出てきてくださってるんだなっていうのはとても頼もしく感じました。これ実際やってみてですね、そのグルリを作ってくださる方と、まあさっきもミーティングしてたんですけど、その方もですね、はい、それになんか感化されてですね、子育て支援のための今アプリを作ろうとされて、それも顧問型で行きますって宣言されたんで。だんだんそうやってね、活動が。利益取りませんと。その代わり、まあみんなで自主的に運用していく方式で行きましょうって言ってくれて、まあ、広がってんだみたいな。顧問の種が今広まってますね。そんなこの顧問の種が広まってきたなとちょっと感じてきたところでお時間が近づいてきてしまったということで、斉藤さんはこう100年後の日本はどうなっているって、まあ、願望を込めてでもいいですし、現実的でもいいですし、そしてそこに向かってどうしていった方がいいかっていう、どのようにお考えになるか最後にお聞かせいただけますか？はい、僕は今やっぱり非常に危惧しているのは、このままだと本当に僕の孫の世代には
この地球環境っていうのは本当に取り返しがつかない状態になってしまってるんじゃないかっていうことを恐れてます。まあ、100年待つまでもなくっていうことですね。で、それで僕がだから80歳ぐらいになった時に、孫に、どうしておじいちゃんは、あの時2030年に、もう、この、こういう風になるって分かってたのに何もしなかったのっていう風に、やっぱり言われたら、本当にもう、なんかもう言葉を失っちゃうと思うし、彼らに、その、見せる顔もないと思うんですよね。で、気候変動の問題っていうのは本当に不可逆的なんですね。格差の問題であれば政治変えればもしかしたら治るかもしれないけど、気候とか地球環境って元に戻らない。だから今の私たちにしかこの問題は解決できない。であるとすれば、今私たちはすごい責任がある課題に向き合っている。だから、この瞬間に一人でも多くの人たちがこの問題なんとか解決しようと、まあ、声を上げたり、アクションを起こしたりしていくっていうことが、今、この日本でも最も求められているんじゃないかなというふうに感じています。ありがとうございました。さあ、それでは最後に斉藤さんからお知らせがありましたらよろしくお願いいたします。ぜひですね、まあ、人新世の資本論を、一人でも多くの方に手に取っていただけたらなと思いますので、まだまだ集英社新書で、発売中ですので、よろしくお願いいたします。はい、さて、そろそろお別れの時間ですが、久本さん、2週にわたっていかがでしたでしょうか。すごい、いいきっかけをいただいたんでですね、もう本当皆さんに本はぜひ読んでいただきたくて、まあ、本が難しいって方はですね、まとめてる YouTube とかもあったりするので、まあ、ぜひ、本当に、分かりやすいんですよね。やっぱり気候変動がどうやこうやっていう話はちらほら聞くけど、腹落ちしてなかった自分もいたので、でもなんか、なぜ、それをこう変えなきゃいけないのか。で、道筋はそこなんかこうした方がいいっていうのがすごく分かりやすく書いてあるので、非常に皆さんにとっていいきっかけなんじゃないかなって、ちょっとなんか宣伝みたいにしてますけど読んでほしいなと思ってそして本当にこの機会をいただいて本当に感謝しています。ありがとうございます。斉藤さん、本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。この時間のお相手は増田恵里奈と久本和明がお送りしました。